松本人志に救われた感謝の逆告発、週刊文春が報じた疑惑への訴訟対応として芸能活動休止を発表したダウンタウンの松本人志だが、こうした中連発する週刊誌の告発の文体を意識するようなある逆告発が X に投稿され注目を集めた。私も匿名だけど告発しますの書き出しで、松本人志さんから13歳の夏に生きる力をもらいましたと続き、まっちゃんやダウンタウンを見て生きようと思い救われたという感謝の投稿だったのだ。これを受け他にも、引きこもりになってた時に泣きつかに救われた、私もです、友人を作る術を教えてもらいました、まっちゃんの作った笑いで楽しい人生をくれた、ハッシュタグ松本人志を返してくださいなどの投稿が書き込まれ、日を追うことにどんどん増えている。